年間少しずつですけど使われてますからね。みんな一瞬びっくりしたろうけどでとかこれが起こる現象は何なのかってことはまだ分からない。それをじゃあ日本人の地球物理学者たちが見つけた。どうも地球の内部の核、まあ厳密に言うとこれは内核、これは外側は、まあ、外核って言うんだけど、この辺りからうわーってなんかエネルギーが吹き出してる。俺はすぐ知ってます。それはフレアなんです。太陽のフレア一緒なんだよ。だって地球の内部のコアってあれミニ太陽ですから、フレアがダーンダーンと来たんです。フレアってプラズマですから。プラズマっていうとどういうことかっていうとね、固体液体気体第4形態なんです。気体よりもっと上ね。今みんな期待してます今ね、電子とかもうバラバラの状態。じゃあ何なんだっていうと、まあ、プラズマっていうとね、ちょっと前までの人はね、大月義彦、もう今名誉教授になられましたけどね、早稲田大学でね、もう郵便ポスト赤いのを全部プラズマだって言った人なんだ。何でもかんでも宇宙の 99.9999 もう全部プラズマだ。むしろプラズマでない方が珍しいんだ。でこういうこと、彼の実験場はもともと筑波大の庭にあったんだけど、まあ、今は〇〇に移って、移った当時三上と一緒に取材行きましたよ。そこ区画がありましてね、エリア51って書いてある。これ本当冗談だけど本当なんだよ。いやー洒落てますね先生って偶然だって言ってました。俺偶然と思ってないんだけどね。でその時に実はプラズマを発生させる実験やって、もうこれはもう時効だから今言えるんだけど、えらいことになっちゃったの。大昔知ってる人は、子供のポン菓子を作る機械があって、この網の張ったこう大砲みたいなところにお米を持って行って、お砂糖を持って行ってボーンと刺すとね、まあお菓子が出来上がるなんてあったんだよ。あれと似たようなプラズマ発生器があって、それをスイッチ入れた突然、大学のコンピューターが全部シャットアウトしてデータ全部飛んだんです。データ全部、学生の名簿から全部データ飛んだんです。これ言っちゃいけないことになってるんですけど、ここに来た人たちだけ特別扱いで言いますね。でもちゃんと万が一の時のためにバックアップを絶えず取ってたからよかった。俺がそれ以降ですね、もう大変だった、まあ、そういう話聞きながらで、俺何言いたいんだ、そうそうそういうのがプラズマで、いやプラズマはね、もうはっきり言って簡単なこと言っておくと、お岩さんみたいなもの。伊右衛門は逃げても逃げてもお岩さん追いかけてくるんだね。昔の映画で長谷川一夫とかの、まあ、古い時代の話なんだけど、要は壁をね突き抜けてくる。うわー、いくらやってもね、で刀で切っても関係ない。で壁を何ともかんとも抜けてくるんだ。これがプラズマなんです。壁を抜けてくる、いや物質を透過してくる。透過って透明の透に過ぎると書いて、これ物理用語ですから、いいですか、妖怪用語じゃないですよ。でだからマントルを、硬い硬い物質ですけど、それをね抜けてくる。でこれが摂氏4万度ぐらい、沖の下に水がある、触れたらどうなる、摂氏4万度ですよ、大爆発です、いわゆる水蒸気爆発です。ちょっと前某原発でありましたでしょ、某原発でね。要はね、非常にね世界でも稀な場所なんです。ここはね名前がない、怪しいだろ、めっちゃくちゃ怪しいんだよ。でそのツアーの時に淡路島出身のお医者さんもいたんだけど、淡路島こそおのごろだっていう県民じゃねえや淡路島島民たちのね強い意志があって、おのごろ神社まであるんだよ、でかいのが。
負けましたって言いまして、もう完璧です。まあそういう発見をアスカとムーがやったわけだね。でずっとあの付録漫画も本当は 3つと終わるはずが4つまでいっちゃって、じゃあまだ足らない、でこのままいくとお気づくしになってしまうっていうんで、今書いてる付録漫画は UFO に変わりでもこれ大変なんだよ、うつろ舟が、うつろ舟って言ったらまあ俗に言われてるところの茨城県のある海岸に円盤型の金属の物体が流れ着いて、そこから綺麗な女性が箱を持って現れてうんぬんっていうのはうつろ舟で、これに関する限りはもう今までいろんな本が出てた、全部嘘です。もっと恐ろしい、あこの宣伝のために来たわけじゃないかな、あの要は何言ってるかというと、でも またあえて沖が始まるとまた沖またやりますけどね、まだ総力特集またやらなきゃいけないだろう。次のネタがね空海なんだよ。なんで沖に空海、これびっくりしますよ。もうそのツアーに行こうやないかってことなんですよもう完璧な理論武装できてますから、はい、楽しみにしてください。 でも詳しいことはまた後、また僕のやるから、その時にまた関係者から言葉があるかもしれませんが、おそらく何万円か安くなります。はい、前回はちょっと高かったけど今回ちょっとプライスダウンします。決して質が悪くなったわけじゃないんで、ね、もっとたくさんの人に来てほしいって言われてね、はい、まあこの大きいはね、さっき言ったシャンバラマークね、3つポンポンで向こうにね行くと、北郎ロードっていうか水木しげるロードっていうか、境港からねフェリーが出てるんですけど、そのフェリーの煙突はシャンバラマークなんです。3つちゃんとあるありますよ。だって出雲の影響でしょう。まあまあで歴史的にはね、へりくつ的には3つ国があった、昔あの辺り出雲の国というのと岩見の国、岩見って岩見銀山のある岩見、だから石の石を水見るって書くんだよね。あとあの沖の国で、この3つを合わせて3つの丸になってるよまあ一応理屈はなってんだよ確かに。で合わせて島根県だと、で島根県が輪っかになってる。もう、まあ、よくできてんだよまた話が。で皆さんね漢字を見てほしいんで、島根県って日本列島の根っこって意味だよ。国生み神話だ、大きいや大の頃だ、こうパッパッと話が通じていくんだよ。そういう仕掛けがふんだんに俺が生まれる前から仕掛けられてる。これなんです、この日本民族のね、大和民族の恐ろしいところは2000年ぐらい前から仕掛けてある。ある時にそれが解放されるようになってる。そういうことだよ。だからね、岩戸開きって言葉はよくあるけど、七福神事の中にもこの富士開きとか開きっていっぱい出てくるんだよ。次々次々開かれていく、そういう運命を背負ってるのがこの日本っていう国なんだね。でまあまあこうか不こうか俺開いていってるわけだよ。でまあ片棒を三上に担がせてるわけだよ、ね、で弾が飛んできても大丈夫なように三上を前へ背負わせて俺は後ろに隠れてまあお先棒担げるんだから幸せな思いよって言っておかげでムーがあんだけわーってなった。島ムーラだから今すごいの賞までもらっちゃってさ、去年あのムーのロゴが正式名称忘れちゃった。もうすごいですよ。で今あの三上の実物大の二等身、そうじゃない二次元三上が東京駅の地下とか行くとポンポン立ってるよね。あのムーガだよもう時代が変わったんだよ。
で俺は前から言ってんの、あの1年半ほど前かな、三上にもう現実にオカルトは抜かれたよって言って、本当だよ、どうすんのムーアって言った俺、現実の方がオカルト超えちゃって、だって今の大きな話だけってすごいじゃん、これ下手なオカルト圧倒的に超えてますか、現実の方がどうすんのって、哲学書でやるかって言ってましたけどまあいい時代になりました。というのはもう不思議が不思議でなくなってきたんだよ。だから俺慌てた、もうムーだけじゃやっていけない、やっていけない、もういやちゃちゃ誤解ない、もう背負いきれない、もうものすごい情報がもう次々来る、もう付録漫画だけで総力特集とかもう毎月のもう追いつかない、だからもう日刊アスカという形でフーミーっていうところでね、まあアスカサイバニック、まだ宣伝になっちゃったけどあの研究所っていうのをほぼ毎日出したわけですよ。それでも追いつかない、もうだから仕方ないからムーの競合誌を出すことになったわけで、知ってました、アスカマガジンっていうのを出すんですよ僕実は今代表取締役社長なんですよ、自分の会社ので、アスカ堂出版社っていうのを作っちゃって、でもうこれ自分の本も出すし、アスカ教だけのオカルト雑誌もこれから次々と出すんですね、うん、これ沖の宣伝とツアーの宣伝とアスカの宣伝しに来たんだろう、うん、でね、実はね、その男の方と女の方、形そのものは男の方は地面が埋まってる、で女の方は真ん中が空いてる、まあ極めて言うと面白いんだけど陰と陽になってるわけだよね。で面白いことにこの沖の島のこの形が合わせますと日本列島なんです。島の形があってカチャカチャカチャと合わせると日本列島なんです。裏返せばこれ世界地図そのままなんです。いいですか？ユーラシア大陸からアメリカ大陸全部あるんですこの沖に。あの形そのものが。それ見つけたのもアスカ教なの。だって国海でしょ？国海って言ったら日本列島だ。で日本列島って昔出口鬼三郎も言ったとおり世界の縮図だって言ったわけだ。パンパンつなげると世界地図があったとか分かるわけだ。ということはね、この沖がこの世界のキーパーソンになってる。沖が何かあったら世界は滅ぶ。だって地球の内部が出てんだよ。そのために秘密になってんだよ。始めなり終わりなりや。始めってことは終わりがあるってことだ。沖で起こることが日本列島の未来だし世界の未来、今しかないのよ沖に行くのは、ね、まあ、そういう形で見るとね、面白いのはまずこの道後、まあ、東ね、この形が五角形、五角形なんですよ。で道前西の方、これ六角形してるんです。これで語呂合わせって言葉の本当はこれやない。で日本はずっといつ頃か、明治維新からか、いやそのもっと前かな、本当ならずっと皆様方語呂合わせの中でいるんだよ。いえ区であれ市であれ県であれ村であれ、警察署の隣には大体消防署や。警察のマークは桜の大門五角形、消防署は六角形ですよ。昔はだいたい隣り合わせだった。今はちょっと東京はちょっとどうかわからないけど、これ誰が決めた？五角形と六角形、我々いつも隣りだいたい近くにあるからな、二つは誰決めた？京都行くと生命神社がある。生命神社行くとこれも最初はひなびた神社だったん、今安倍の生命の家かなんかで儲けたせいかものすごく綺麗な神社になっちゃって、僕ねいい腐り具合が好きなのよわかるかな、 わびさびもそうなんだけど、わびさびを超えた錆びてるというのが好きなのだから東京大学行くと古い建物があるんだよ。
いい腐り具合なのよ。でこの間早稲田大学行ったら綺麗になっちゃって、腐ってねえんだよ。やめました行くの。いや、やっぱりね、人間ってやっぱ多少腐ってるところの方がね安心するんだよ。腐りきるとダメだけどね。